どうも、おびたです。三国の双をやっていきたいと思います。はい、本日はアップデートをやってまいりました。そしてね、まずアップデート内容よりかは、うん。まずはじめに、皆さん、戦力がかなり上がる改変が来ましたね。はい。見てもらったらわかる通り、星5の専用武器。今まで専用武器って星5が最大だったんですよ。それが昇級できるようになってる。星6にすることができるようになってるんですよね。うん。なので、 ここでかなり戦力上がるはず。まあ、今日は試しに自分のやつ、パッと、一番今高いやつを上げていこうかなと思ってます。まあ、星5ね、結構皆さん持ってるのかなうん、持つようになってると思います。まあ、それを昇級して星6にできたら、またさらに、一段階上になりますので。さあ、とりあえずやっていきましょうか。上げていきたいと思います。どれぐらい上がるのかと言えますと、まあ、とりあえずこれ上がります。行きましょう。 はい。いきますよ。はい。25100から、さあ、3196、えー、と、うん。かなり上がってますね。戦力的にはだいたい5000くらい上がってるのかな。これを3体できるので、戦力的に15000くらい上がるのかな。うん。かなり強くなる。で、専用武器スキル。優流。なんだこれ。こういうスキルが1個ついてますね。 何かついてます。で、えー、二つ以上のスキルがクールタイム中の時、えー、通常攻撃速度が10%アップ。へえ、こんなものが来てるんだ。えーこれがまた変えれるようになるのかなスキルを変えれるようになるのかもわかりませんが、まあ、とりあえず、こういうものが来てます。なので、専用武器。うん。星5持ってる方、星6にできます。しっかりと上げて、戦力上げていきましょう。そしてまずは、これが、一つ。 そして、アップデートってきますね。うん。で、まさかまさかの三国無双残もテレビ c m 放映記念ということで、放映されるそうです。はい。ログインキャンペーン。こちらの方は、ログインするだけで、うん。星3から星6の金確定武将がもらえます。なので、これは絶対にログインしましょう。うん。これは大きいと思います。7日間ログインしますと、えー、星4から星6の武虫負け村2個。で、金から500。 星3から星6の防具箱が1個。ええ、これも金か銀ね。で、星3から星6の防具箱。これ1個武器箱じゃないかなちょっと多分、表記間違いがあると思います。はい。3と4が防具防具になってますが、1つはぶ武器だと思います。はい。武器、防具、放棄が金、銀、どちらか手に入る星3から星6手に入ります。で、初級スキル巻物2。で、最後。星3から星6の金確定武将巻物ということで、これがでかいです。 皆さん、ぜひね、ログインしましょうえ。ここに書いてある通り、プレゼントは第一日より順に獲得でき、えー、連続ログインできなくてもキャンペーン、キャンチであればキャンペーンアイテムを獲得できますということなので、まあ、連続じゃなくてもいいんでね、しっかりと、しっかりとこの17日前のアイテムに、うん、7日間ログインいたしましょう。さら、金確定部署をもらいます。はい。で、あとは、リクゾンデン。まあ、これは、 後日説明させていただこうかなと思ってます。リクソンデのね、やり方などを、えー、別の動画でまとめてあげさせていただきます。そしてこれ。これがすごい。うん。テレビ CM 放映記念ということで、無限引き直し10連ガチャ登場。何度でも引き直しが可能ということで、リセマラうん。リセマラみたいな感じ何回でも10連引けるらしいんですよ。うん。で、とりあえず、 えー、日程的には11月29日から12月13日。そして、金貨3000円でできるらしいです。今回は3000円ではなく、金貨3000。ということで、まあ、無課金の方でも、何回でも回せるそうです。はい。なので、このガチャは回しましょう。そして、まあ、金が2個来たり、3個来たら、止めるみたいな感じにしたいのかなと思ってます。一応、ツイッターの方で、 なんか違うキャンペーンもあるみたいなんで、そちらの方も参加した方がいいのかなと思ってます。まあ、紙引きした人の中から、金が5000円もらえるとか、なんかそういうイベントだったかな。うん、そういうのがありますので、ぜひぜひ、ぜひぜひやってみてください。で、こちらの方は、えーっと、アカウント1回のみで、ストアの消耗品から引き直しガチャ券、ガチャ交,交換証、交換の証かなもう購入できます。購入したら、引き直しガチャができるそうです。はい。 しっかりとね、やってください。引き直しバンバンやって頑張ってください。で、ガチャの引き直しを一旦やめる場合は、えー、画面左上の左矢印をタップし、ストアへ、えー、移動してください。2回目以降、引き直しガチャへ、えー、移動する場合は、前回の結果をサーバーからダウンロードし、表示しますということで。まあ、連続でやらなくていいんで、リセマラずーっとやったらね、うん、うまいこといくと思います。なので、今、始める方、かなりいいのではないでしょうか。 だって、リセマラ、まず普通のリセマラしますよね。あれ普通のリセマラしちゃうとこれ引けないのか。ああ、そうか、引けないのか。でも、えー、リセマラし、リセマラしなくても、このガチャがあるから、リセマラと同じようにできるってことか。ありがたいですね。うん。今始める方、かなりお得ですので、もしね、自分の動画も見ていて、いただいてる方の中で、三国無双山やってない方、ぜひこの機会に始めてみませんかいい感じに始めれると思うので。 しかも、ログインイベントでね、金確定一番最高級の部署もらえることもできます。しっかりとね、ログインすれば大丈夫なんで、うん、やっていきましょう。一緒に楽しみましょう。で、まあガチャの提供割合はこんな感じです。まあ金は2%。で、金録は0.1%。まあ1000分の1ですね。で、ガチャ10連できるんで、まあ、10連 ?11 連どっちだろう10。10連か。10連なんで、 まあ、100回リセマラすれば、金力出るんじゃないのって感じなんで、うん。いいのかなうまいんじゃないの自分の場合は金力狙うよりかは、どっちかといえば金、金に3枚出てくれるのをずーっと狙おうかなと思ってます。まあ、そちらもね、今度、えー、動画にさせていただこうかなと思っております。はい。で、あと、リクソン、リョモ、ロシクの、えー、期間限定混合ガチャっていうのが来てますね。こちらの方が、リクソンとロシク、 えー、両毛。まあロ、ロシクはね、もともと実装されてました。両毛は、うん、今回実装ですね。そのキャラが出やすくなってます。はい。結構ロシク好きなんで、自分は引こうかなと思ってます。まあ5の将軍が好きなんでね。まぁ、あ、ありっちゃありですね。はい。で、これは武器とか防具。そして放器うん、出るものとなってます。金がね、結構出るんですよね。え器、ー、の方が0.14。 そして、えー、っと、防具の方が0.3。で、武器が0.3ということで、えー、装備類で0.74。そして、金武将が2.2%。普通の、普通のガチャだと金武将2%。かなり上がってます。はい。2.2%プラス、えー、防具で約3%弱。うパ、ん、3%弱ぐらいは金入りますので、ちょっと自分もこのガチャは回そうかなと思っております。 であ、あと、あと、あと、リクソンイベント限定パックっていうのも来てます。えー、高級経験譚10個、肉まん3個、星4以上確定の放棄箱3つ。で、リクソン、両毛、ロシクの武将巻物3つ手に入ります。まあね、ロシュクも手に入るの、じゃあ、リクソンも手に入るのかなーって今回思ってるんですよ。ガチャでも、こういうボックスも手に入りますので、 そこまでイベント走らなくてもいいのかな自分は思ってます。まあ、とりあえず、走るだけ走って、これで狙うのもいいかもしれませんね。で、金の確率が6.3%結構高くなってますね。うん。ぜひとも引きたい。リクソン両もロ,ロシクは誰も持ってないんでね。引いていきたいと思います。で、もう一個えー、テレビ CM 放映記念バックのようなものも来ています。こちらの方がね、うん。えー、大 孫将校裁分期。うん。こちらの方の武将巻物6個。と、きょ高級経験談5個。そして、星さんの衣装箱。前回のイベント、前回、前々回くらいかな、イベントで衣装実装しましたね。その時にしかまだ衣装が取れてません。なので、その時衣装取れなかった方は、この課金箱、買ってね。3000円なので、ま、あそこまで高くはないと思います。なので、買ってみて、 衣装を手に入れると、まあ、戦力はかなりアップすると思います。別の動画で衣装でえ戦力かなりアップするよっていう動画を上げさせていただいておりますので、衣装のことはそちらを見てください。まあ、こういう形でね、新しいものが結構来てます。うん。新規の方、増えてくれるとありがたいですね。CM 映ってことは新規が増えると思います。なので、ぜひぜひ、もっと三角のスをね、盛り上がってくれると嬉しいです。 で、いずれかね、まあ、ギルド対戦、対抗なんたらとか、来てくれればね、もっと楽しめるので、自分はそれを待って、今回の、まあ、リクソンでんですかね、楽しんでいこうかなと思っております。はい。本日の動画はここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー